フォードフォーカス WRC、フォーカス WRC、フォーカス WRC、フォードフォーカスワールドラリカーは、フォードと M スポーツが世界ラリー選手権 WRC に出場するために開発した競技専用車ワールドラリカーである。これまでのフォードのラリー活動においてのベース車であったエスコートに代わり、1998年に発売されたフォーカスをベースに、 1997年に FIA が導入したワールドラリーカー WR カー規定にって開発された車両である。それ以前のエスコート WRC は本来は規定に合致しないエスコートコスワースがベースであったため、1998年までの2年間の使用期間条件があり、新しいマシン開発が急務だった。また、WRC での活動が、 フォードの新しい世界戦略者のマーケティングの一環とされたことで、本社からも多大な支援が得られた。開発は1997年により、フォードのワークス活動を委託された M スポーツにて行われ、従来のエスコートとは対照的に新機構が多く取り込まれた車両となっている。エクストラク製6段縦置きギアボックスを採用し、 フロントの重量軽減が図られている採用はプジョー、ヒュンダイより先。また、サスペンションは、クロスメンバーの断面にも補強を施されており、チタン製のアップライトと相まって、特にアクロで効果を発揮した。エンジンは、中鉄ブロックのコスアースユートに代わって、市販仕様にも搭載されている、アルミブロックのゼテック E をベースに、イギスのマウンチューンが開発を手掛け、ターボチャージャー、 ウォーターインジョクション、ミスファイアリングシステムを備えていた。ところが、パワーアップしたエンジンに対し、大容量、ウォーターポンプの認可が下りず、未認可のものを搭載したデビュー戦の1999年、ラリー・モンテカルロでは、車検で失格となっている。数々の新技術を投入された、フォーカス WRC だが、それら高価計量パーツを多用しても参戦当初は、重量多に悩まされた。 良好な重量配分を狙い採用された縦置きギアボックスにおいては予想以上に駆動ロスが多く、それに伴うエンジントラブルも少なくなかった。参戦初年の1999年からフォードのエースドライバーに採用されたコリンマクレイでもサファリとポルトガルの2勝に止まっている。1999年シーズン終了後、時折ロックする欠陥を持つステアリング系は見直され、 シーズンを通し悩まされたギアボックスも振動の発生源だったクラッチをクランクシャフトと同軸上に移し揺れを抑制ドライバーから不評だったシフトレバーは改良され2000年のツールドコルスとラリー3デモで試験的に利されたセミオートマチックトランスミッションも2001年モデルから本格的に採用されたパワー不足だったエンジンは翌2000年からは 全面的にコスワースが担当し、ブレーキもターマック仕様は前後動サイズに強化されている。それでも同時期にデビューしたプジョー 206WRC には苦戦することが多かった。2002年にプロドライブから移籍し、フォードのチーフエンジニアに就任したクリスチャン・ロリオーが手掛けた2003年モデルからはさらに大幅な改良がなされ、彼自身が プロドライブで開発を手掛けた、スバルインプレッサ WRC2000 に習っての、軽量化、低重心化がなされている。それは、ドライバーシートの位置や、ロールケージの変更だけでなく、サイドブレーキレバーを緊急時のシフトレバーとして、使用する等のことにまで至っており、非常に徹底された内容となっている。足回りも変更が加えられ、形式は、ストラットのままだが、 リアはより路面の追従性を上げるためにサスペンションストロークが増やされトレーリングアームは旧モデルより延長ストラットの取り付け位置はやや後退したものに直されたなおベース車両が US モデル全長が増しているに切り替わったため空力パーツが改良され外観に変化が見られるこれらの大幅な改良によって性能は向上し2003年はマルコ・マティンのドライブで アクロポリスラリー、ラリーフィンランドで勝利。翌2004年も、前年同様にプジョーを相手に、マルティンは、ラリーメキシコ、アクロポリスラリーで勝利。また、これまでフォーカスにとって、得意とは言えなかった、舗装路のラリーでも、ラリーカタロニア、ツールドコルスと勝利している。2005年最終戦ラリーオーストラリアからは、2代目フォーカスをベースにした車両が投入された。 パワートレーンは先代マシンの特徴であり、アキレス圏でもあった縦置きギアボックスは採用せず、従来的な横置きギアボックスに改められたほか、不評だった緊急用マニュアルシフトレバーとのよう、サイドブレーキレバーは配された。サスペンションは、よりストロークを伸ばし、熱対策のため、フロントのショックアブソーバーは、通常よりもややキャスター角度が付けられた形式に変更された。 リアサスペンションは、先代の2003年モデルから基本的な構造は大きく変わっていない。また、先代マシンで押し進められた低重心化は2台目にベースが変わってからも徹底され、スペアタイヤは室内からリアバンパー下に設置された。エンジンは、ベースモデルの ST はご気筒だが、同一メーカーのエンジンが流用できる WR カー規定を利用し、 標準モデルが採用している、マツダ開発のエンジン、マツダ内では、MZR と呼ばれるをもとに、これまでプジョーのワークスエンジンを担っていた、フランスのピポモチュールが開発、同社のトルク重視のチューニングにより、これまでの弱点であった、低回転域のトルク不足を改善している。これらの改良が功を奏し、2006年と2007年には、マーカス・グロンホルムとミッコ・ヒルボネンダによって、 マニファクチャラーズタイトルを獲得している。2008年モデルは2008年中盤のドイツに登場。外観はフェイスリフトを受けた市販車に習い、フロントマスクの変更のみに止まったが、エンジンはライバルよりも劣っていたピークパワーのアップ狙って、カムシャフトとクランクシャフト、タービンが改良されている。 2009年に入っても手が加えられ、シーズン序盤にはエンジンの出力軸から動力を取っていたウォーターポンプが電気モーターで駆動するタイプに変更された。2010年いっぱいでフォードはフォーカスによるワークスラリー活動を終了し、2011年から始まる新レギュレーション発足に伴いフィエスタ RSWRC へスイッチした。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。